はい、ということで、今日は誕生日プレゼントを募集したものを見ていこうということですけれども、前回はもうひどい誕生会開かれてますので、もう今日これで取り戻そうって感じですけど、もう動画とか大丈夫です。もう早く確認したい。絶対いいのあるんだからさ。もうだからもう期待感マックスですけど、入っていいんですかもう。はい。じゃあ入りますよ。はい。はい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 。まあまあごめん、これ見てわーはないよ今のところ。この大きさで喜ぶ年じゃないんだからさ、これらね。はい、もうなんかいろんなそうなの映ってるけどもね。多分あんまり伝わってないけど、俺はもうずーっと結構楽しみしてる。実はもう始まるまでなんか暗い顔みたいなのしてるけど、実は内心も早く見たかった。もう結構見たかった。もう絶対誕生日のなんだから、いや何個かもうしょうもねえ、お前らみたいに滑ってるやつがいるだろうみたいな。もう一個は確実なんだから。もうじゃあもう行きますよ。じゃあまずこれから、はい、こちらですね。もうシャンプーでしょ、2つある時点でシャンプーです。なんか一応メッセージから読むと、宇治お誕生日を見ると髪の毛がめちゃくちゃ傷んでそうなので美容師さんおすすめのシャンプーを送ります、あっちこということですけれども、あーなるほどね。まあ本音を言うとなんかすごそうだね。うん、で美容師がおすすめ、よかったですね、プロがおすすめで、このあっちこというやつおすすめだったらね、何の説得力もあるんですけど。ああまあまあいいじゃん。確かにね、やっぱね、ずーっとやってたらいくら髪の毛が太い俺でも、やっぱこうなんつうの、ニョロニョロみたいな傷んでるのが出てきた。はい、じゃあこれはまあまあセーフだな。本当に嬉しいのにありがとうって言うけど、これはセーフだわ、セーフ。じゃあ続いてこちら、なんだ俺まだ見えてない、後ろから見る限りただのクッキーだけど、せーの、なんだこれ、お菓子教室をしているこまめです、いつもありがとう。誰こまめ、あ、クッキーだ。まあ一応俺ですね、ステッカーにもなってる。で、GG チャンネルので、お幸せに、で高木ですね。本当に技術力のみ褒めたいと思います。これはもう本当に誰かにあげます。食べません、すみません。あ、これ食べない理由はなぜかというと手作りですもんね。そんな危険なもの食べれません。はい、これ本当に普通ですよ。これが事務所の社長だったら、それはやめとこ一応って言うもんね、言うよねみんなね。うん、はい。見えてないんだからそんな気まずい顔しない。うちのスタンスで行った方がいいんかな、じゃないよ。はい、じゃあ次ね、もう期待感がない、こういう詰め合わせ系は。200円から500円のものを詰め合わせてるだけなんだよ。まず入ってるもの一応見ていくと、何これ、炭酸ミネラル風呂、もう要りませんよこれ。もうお湯にほとんど入んないですから。でキュアレア、もうこれはあります、坂本が買ってきました。そんな効果ない正直。これも多分同じお風呂のやつだ。あ、これまたお風呂、 お湯に浸からそうとしてくるねこいつ。あ、なんか一個あるぞ、なにこれ、なんか怖いじゃん。なにこれ、超音波吸入器、鼻孔、まあ喉とかの加湿、本当に、あれなんかすごい、なにこれ、どっから出てくるの、あ、出てきた、まあまあわからん。まあ悪くはない悪くはない、まあセーフだな、こいつもセーフだわ。うん、ちょっと使えそうかも、なんかちょろっとした時に使えるかも。じゃあ続いてこれね、GUCCI じゃん。これはすごいね、あ、出だしから、あーすごい、最後にしましょうか、それは。なんで、お楽しみにとっておきましょうか。なんだそれ。なんだ置くんだよここに。まあいいわ。じゃあこれお楽しみね、はい、じゃあこれでいいのね。何これ、カタログ系、もしかしてまたカタログ系が悪くないよ。絶対そうだ、あー、
はい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 、カタログね。あ、でもいいかも。あ、いろいろある。あ、すごいよ。コーヒーメーカーとかホームメーカーでも結構普通に高そうな。お、高いやつじゃないこれもしかして。調べましたところ、はい、3万3000円。あー、なるほどね。3万3000円なら政府の部類だな。自分のね欲しいものを選べるから、まあよしとしましょう。政府で、これもう期待できないな。滑ってそんなの。藤原さん、はい、あーちゃんよ。 Uber Eats 5000円分。まあ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 。で、このドリルで勉強してスパちゃんの漢字を読めるようになりますように。で、なんか自分の卒業証書の印刷なのかな、専門学校卒業してスパちゃんの言うたにパワーみたいなお金を心配してくれたら、うちらのパワーの卒業証のコピーが来たっていうことですけれども、まあまあもう本当につまんないから。やめないでよ、この漢字ドリルで。ああお前俺のこといじってんじゃねえよとはならないから。じゃあお前専門学校の卒業証書のコピーを送ってきて、うわーよ、俺のところ視聴者って行かれてんだみんな、なーってならねえから。面白くない。はい、次。なんか怖いな、急に。嬉しい音はしないぞ。あー、もう開運ご利益パンツだって。開運、もうこの開運ご利益パンツを作ってる会社が面白くないのに、それより面白くないじゃん。それを送ってきて、なんだろうな、ムカつくわ。人の誕生日にこんなもん渡してきてさ。俺ちなみに誰かの誕生日でボケると思ったら、これといいやつ用意しとくから。自分が受けたいだけじゃんね。鈴がね、使い道が出たんじゃないですか、今の音で。続いては何ですか。心を込めてデザインしましたおめでとうとこしってことですけれども、あーもう全然嬉しくないです。なんかこの、はい、あいつ俺、グリーンカレーっていう俺が描いたこれ、トモシの手に入ってるタトゥーのやつ、もう全然いらない。もうすっごいいらない。まあまあ、でも悪くはない。その T シャツだからね。なんか、多分家では着るときはある。まあ、セーフというか、相手のエラーで出塁だね。はい、じゃあこれいきます。ザ・プレゼントというような見た目。なんかもうここにあります。これ先読んじゃっていいんですか？宇治原様お誕生日おめでとうございます。最近神出鬼没の舞鶴と申します。あ、いるな。面白いことなんて言えませんが、これからもご活躍を楽しみに応援しています、舞鶴。あー、助走がボケそうじゃない。ちゃんと構えてる、こうやって。もうこいつらはもうこんなんでこうやって、あーもう1位取る気ないじゃん。いい、あいつどかしてって言われたけど、もう助走がいいじゃんこれ。じゃあね、開けます。はい、うわぁ、なんだこれ。でもなんか、お、あ、え、うぅ、松坂牛のクソつまんねえボケしてきやがって。みんな期待してこいつがちゃんとやって、これでよーいパーンでこうやって、クソつまんねえこれ。こいつはもう毎日はこれ、うん、クソつまんねえこれ。うんこ拭いて捨てます。もうこれも期待がないよ。お誕生日おめでとうございます。僕が普段買わないアイテムをご用意してみました。今後ますますのご活躍されますよ、応援してまいります、バヤリースタロー。もう期待感ないな、正直。名前的にも期待感ないし、なんかまあいいや。え、もうこれなんか、いや気持ちはちょっとわかるけど、全然美味しくないですね。送んなきゃいいのに、もうそれだったら。でもう一個が、家族みんなで楽しめるテリトリー戦略ゲームブロックス。まあダメだね、もうそれ。なんかよくわかんない、別にボケてきたわけでもなかったし。普通にダメなだけだ、
なんか色豊かにすりゃいいと思ってるし。次、まあ色を攻めた後に言うことじゃないけど金だな。それあの高木さんです。高木は前回あれカタログ10万分ぐらいだったよね。10万円のカタログ。もうその時点でって話ですよ、正直。もうだって何でもない日に10万、まあ、何でもない日に10万はもうスパチャで普段言ってんだろうけど、これはもうマジで期待します。何なんだろう。あ、なんかでもまたカタログ界の頂点のやつ。なんか何何これ。ぶちぎりジャラ様へ、祝36歳のお誕生日誠におめでとうございます。ご健康とご多幸、さらなる飛躍を心よりお祈り申し上げます。しんいちくんと歌うバースデーカードです。お聞きいただければ幸いです。また同時にスパチャさせていただきます。季節の変わり目。何それ。うわぁ、絶滅した人らでね、祝われてる。クソじゃん。一番クソで何してんのこいつ。本当に黙って金使えや。なんかスパチャで当日ガーンってやってこうとしてんのかな。何なのか分かんないけど、スパチャは半分坂本に行くからな。じゃあもうここは人通り OK ね。まあでもグッチがね、まだあるんで。まあ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 いいや。じゃあこれ次、もうなんかあんまだなこれは。もうこの時点でふるさとの味欲しいも、多分すごい欲しいもだ多分ね。こういうすごいわ。おー、いいな。なんかよくわかんない、マジでいろんな種類の欲しいも入ってる。いろんな形の。一応一個食ってみるか。それおそらくそれを作ってる人が、あ、作ってる人が送ってきてる。あ、じゃあもう写しません。こっちはしないでください、ほんとに。二度と送ってこないでください、自分で作ってるものを。はい、じゃあもう次いきます。もうほんとに何これは、もうでかいだけの気がするな。プレステ5なわけないからな、これで。ほら、またもうつまんない即有のメッセージカード来てるから。どうも、篠津フォトです。あれ、オーストラリアからってこと。いつもお世話になってます。オーストラリアから送ろうと思いますが、期間短く間に合いませんでした。全部使ってください。いや、間に合ってるじゃん。どういうことだ、全部使う、どういうことだ。うわー、剥いた瞬間一気に期待感なくなる。うわーうわーうわいやー、本音のコメントしましょうか。これもう本当にすごく本来ならありがとうって言いたいところなんだけど、俺ね本当にこう調子自慢してるわけじゃなくて、これいちっちゃいんだよ。ちょうど無理ぐらいなの。なんかちょうどいけるか、いや いてえな、やっぱなんだよな。何個あるの。1,2,3,4,5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 ,
これマジでこれめちゃくちゃ正直嬉しいと思って、だってさこんな自分では買いたくないじゃんさすがに。で正直嬉しかったんだけどさ、いやーかなり良かったよ正直。なんだもう正直面白い面白くないみたいな話で言うとずれちゃうかもしれないけど、やっぱ天下がこんだけあるとやっぱ男たちはおおおお誕生日とかうんぬんじゃなくおお天下だ天下だ。まあでもさっき言った通りだ、うわー悔しい。まあまあしょうがないな、まあでも悪くない、いい線いってますこれは、はい、じゃあ続いてこれね、これは何、もう手紙から読もうかな。じゃあ一応宇治原さんは36歳の誕生日誠におめでとうございます。殴られる覚悟で思いついたボケをかますか迷ったのですが、諸般の事情で断念しました。おーいいですねプレゼントは学生の頃一時期ハマってたものです。1枚につなげるこだわりがあるので少し違和感がありますがご了承ください。1枚につなげるこだわり、うわーなんかもう額縁だ、もうなんかもうダメだよもう切り絵
祝うな出てけというこれですね。おはいはい。すごい。いやいやすごいかじゃないからね、そのスキルフルな視聴者を募集したわけじゃないからね。あの誕生日プレゼントってことですからね。それでよっぽどお金になってる人以外はさ、自己満なんだから渡すな。いや本当に誕生日に自分が作った作品とかやめろマジで。嬉しいわけないだろ。そんなこと言ってやんなよとかね。俺本当にむしろ優しいと思ってる。じゃあもうこれ残り2個とこれで3ね。とはいえ大きいのはさっきとは言ったけど、ちょっと期待するぞ。あ、重いメッセージから宇治原さん、お誕生日おめでとうございます。心ばかりですがお祝いの品をお送りします。ルルよりっていうことで。ルルにセンスなんかあるわけないから。いきます。うわークリネックス肌ウルル。あ、まだわからん、まだわからん。開けてみたらってことある。うわー、開けてみたらとか言ったけど、セット商品入出荷時開封現金って書いてあるな。この業者が締めたシールだな。ティッシュね。まあいや、セーフ。まあでも誕生日だでね、その誕生日にティッシュ10個さ。普通に友達の誕生会があってさ、じゃこいつがなんか ティッシュの箱をあげようと思うって言ったらさ、多分いや、坂本お前それは違うんだろ。絶対ならないか。思いのほか変な人めっちゃいるって、マジで。じゃあもうこれね、お誕生日おめでとうございます。気になってる枕レビューしてください、山本。枕か、ま、もう、なこれ、ブレインスリープピロー、あれ聞いたことあるぞ、すっごい、まあまあいいやつじゃない。あ、タクシーとかで、親分が、これかな。あ、すごいすごい、これだ。あー、いや、やっぱ枕するとこの後頭部が出てるから、こうだって人工呼吸ってこうやってやるんだよ、普通。だからこの逆になるから普通に息ができなくなるだけなんだよ。どうだろうかな。やめてみ。あ、これいいわ。な、何が。え、なんだろう、網、なんか網、網っぽい、なんか。じゃあ網引きゃいいじゃん。え、これいいかも。え、ちょうだい、欲しいこれ俺。いや、ちょうだいじゃなくて普通に売ってあげてもいい。これいくらのやつなんだろう。3万ぐらいじゃん。あ、3万ぐらいだ。いや、こう寝る分には、こう寝る分には後頭部が出てるから邪魔なんだけど、今度は逆にテレビ横になりながら見るとき、逆に普通の人より細いもんだから、このなんつうの、そうそう、だからその時は欲しいんだよね、ここに。だからそう考えるといいかもしらんから、あ、なんかそういろいろ喋ってたらいいかも、一番いいわ。まあよかった、こういうことだと思うよ、その誕生日プレゼントは。しかも実用面を選んだパターンじゃん。いや、これは実用面じゃないんだよ。じゃあもうこれ来ましたよ。もうこれ全て言ってしまえば最悪気に食わないものでも売れますから。いきます。さあ、色も完璧です、俺の好きな抹茶色。ちなみにグッチのものなんか何も持ってないわ。じゃあ開けます。あー、まだわからない。あ、なに、え、なにこれ、なにこれ。よかった、心のどっかで箱だけパターンもちょっと考えてたから、もうもうそうだもんね、多分これ。え、なにこれ、サイコロだ。どういうこと。いやー、ちょっと待ってくれよ。いや、もうグッチ持ちすぎた人が最後の方で買うやつじゃん。最初は実用的なのにしてくれよ。ちょっと待ってくれよ。何それ、手紙。おい、マジかよ。宇治原さん、お誕生日おめでとうございます。GG って書いてあるサイコロを送ります。大容量なのでなくしても安心です。ご友人たちとゲームをする順番を決めるときなどによかったらどうぞ。沼ライト。
PS オードリーのラジオで宇治原さん登場感めちゃくちゃ楽しかったのを覚えています。才を投げて芽が出て進んだ結果実がなるようますますご活躍されることを祈っております。ストレートに渡してきてるななんか分からんけどもっとあっただろうお前、これは持ち歩かないじゃんだっていやブランドってこのダサいとは言われてるかもしれないけど醍醐味としてこんなもん持ってますぜっていうのがさこうステータスになるわけだけど、俺これポケット入れてても無理だよお前俺これでキャバクラ行ってお前こうやってなってやってっていうかさこれでどんどんしてさ手切ったのお前一体そうお前いやもうちょっとこれもう悔しいぐらいかっこいいの一個一個が金でなんかかっこいいだろかっこいいかっこいいけどもうサイコロなんだよなうわーきつということでこれ以上ですか。はい。いやーちょっと残念だわ正直いやーもうちょっと結構なんかあると思ってた。なんか電化製品とかブランド物の柄シャツとかね、まあ、サングラスとか。でも全体的にそのボケてきたやつ、いや、うん、なんか普通にミスってない？そのボケてきたこんな動画を見てたらもう毎年毎年数が減ってくんでしょでもいいよ、もうだっていらないんだもん。だってもういらないなぁなんかさ、動画見ててわからんかね、まだこういったものに感謝できる人間になってないことうわっこれ結構多分細かいからここまでやってくれるって本当ありがたいなっていうほど大人になってないんだよな俺。